塩くん、はじめまして。我が輩は遥か宇宙の彼方までやってきたスペースゲームです。よろしくお願いします。そして我が輩が宇宙からこの地球に宇宙船の故障によってたどり着き、そして民放放送を宇宙船でジャックして、その時に見たテレビというものにタモリと一緒に出てたデーモン小暮という男を我が輩を見て、こういう風にすれば人気が出るんだなと勘違いしたところから始まってしまったんだけれども、それが非常に受けて楽しい。そして地球上で我が輩はこれはバンドを作った方がいいだろうということで、集まったメンバーがこの素晴らしいメンバーの拍手。お前は浪人級にしてほしいか。はい、はい、お願いします。お前も浪人級にしてほしいか。はい、はい、か、はい、か、いいね、なかなか。お前も浪人級にしてほしい、してほしい、してほしい。お前は浪人級になりたいか。してほしい。まあ、頼んだみたいじゃない。今日は楽しく行こうぜ。今日諸君たちが乗れる素敵な曲をたくさん歌ってきて、お前を浪人にしてやろうか。浪人協のやり方オーカーのエモーションクラッシャI'm not afraid to die.
ってきたか。まだまだ熱くなりたいか。さらに盛り上がろうぜ。メンバー紹介しちゃうかね。中央のオンドラムス、来年若林。あ、また言うの忘れてしまった。後で揉めるといけないので、わけ隔てなく拍手のローを合わせるようお願いします。帰ったらぶっ飛ばされちゃいます。オンギター、職たちから見て、ライフスタイル。シロタ。やんないのか。おい、レフトサイド。今回から2度目のステージ、かっこいいだろ。ルーク渡辺。そして仙台から駆けつけたスーパーベーシスト、ゼロイトロ。
悪魔の連絡もつながって電話一本で飛んできてくれるんだよ。そして後ろに控えてね、オンキーボード怪人チマー。今日は気が乗ってないのかね。たまにあそこから鳩が出てくるんだけど、嘘だよ嘘だよ、鳩噛んでねえし、コウモリだっけ、チマかフクロウか、あ、出た出た出た。まあ、我が輩さっき挨拶したスペースデモです、よろしくお願いします。それでもお分かりの通り、楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまう。そろそろお別れの時間が来たようだ。ということで、今日は諸君たちよ、このサウンドで殺しに来た。殺しの時間だ。お前を殺す。お前も殺す。お前も。お前も。We'll be right back.
しよう。楽しい時間をありがとう。それではまた会おう。明日よろしく。